スパイスラジオ聞いてくれよ。スパイスラジオってこっちですか。プロテインが足りねえんだな。スパイスラジオ見たいですよ。爆発的なプロテインを飲もう。すいません、刺激はどこですか。 FM のスタジオでお送りいたします。恋したいですね。今年最後らしいよ、マジックラブ。聞いた。恋のパンパパパパパパ、筋肉をパンパンしたぜよ。生活に刺激を。ヒーローズワークアウトはどこですか。爆発的にいっちゃったんです。すぐカレーにするよ。カレーは辛いよ。よいよいよ、スパイスレディオ。へいよ、マングラスシーもありますよ。スパイス、スパイスレディオ。聞いてね、聞いてね、絶対よ。はい、皆さんこんにちは。スパイスレディオ、本日も始まりましたよ。今日も DJ フラッシュとゆきです。はい、ということで皆さんいかがお過ごしですか。3月10日ですね、水曜日午後3時からスパイスレディオ始まりましたよ。皆さん今日の沖縄は結構暑い。暑いっすよ。暑いですね。暑いですよ。もうすごいですよ。そうですね、はい、半端じゃないですよ。真夏ですよ、真夏。はい、やっていきますよ、はい、スパイスレディオではツイキャス生ライブ配信しておりますので、ぜひ皆さん今日も絡んでいきましょう。はい、早速来ておりますね、はい、ヨーヨーこんにちは。カンパさん来てます。はい、お長谷川さん、スパイシーなレディオが始まるよ。はい、長谷ちゃんです。長谷ちゃん、長谷さんじます。長谷さんですね。長谷さん、あのご来店ね、ついに、はい、していただきまして、ご来店っていうか、うん、まあそうなん、 DJ フラッシュですね。ユッキーは国際通りになります一銀通りのスポットライトというお店ですね、はい、飲食店をやっておりますけども、やっとね、リスナーさんがね、ご飯を食べに来てくれるお店になってきたね、はい。スポットライトになってからは初かな、リスナーさんだったかな。そうなんですよ。スポットライトが3月2日にね、うん、今月オープン、グランドオープンさせましたんで、うん、初のリスナー、まあ、そうですね、なんていうか、まあ、来てるかもしれないし、ちゃんとリスナーさん、ね、ツイキャスとかで絡んでくれるお客さん来たのは初めてだったんで、はい、結構テンション上がっておりました。まあ、僕口下手なんでね、はい、なんか恥ずかさはしてませんでした。恥ずかさしてたから。うん、まあはい、あれね、ユキがしっかり目の前だったから。僕は僕の仕事場はカウンター付近なので。そうそうそう。なんでぜひ皆さん一気のスポットライトもよろしくお願いしますということで、はい、長谷川さん、ありがとうございました。ディス代表として言ってきた、ディスるリスナーってこと？リスナー。何それ。いや、まあ、でもなんかね、はい、今月はリスナーさんはスパイスレディオ聞いてるよって言ってくれたら、はい、一応何かしらサービスしてますんで、ぜひ、はい、お待ちしておりますということで、はい、はいはい、スパイスレディオではですね、 YouTube の方も過去放送を流しておりますんで、うん、過去 BGM 聞きたいよ、 BGM 的にね、うんうんうん、聞きたいよっていう方がいたら、ぜひチェックしてほしいなと思っております、はい、メールも随時募集しております。メールアドレスはこちらまで、1銀.spotlight@gmail.com までよろしくお願いしますということでね、はい、ガイシャースってことで、今日はどうする。今日はですね、うん、もうこんなにいい天気なので、そうだな、夏だな、もうな、ま、暑いな、本当にな。じゃあ今日のテーマトークを発表します、はい、今日のテーマは夏の思い出。まだ春だ、春だ、夏で言えば夏でいいですもん。夏っすよ今日沖縄。沖縄だからな。今日何度あるのかな。だから死に暑いやつ、一応やばい、多分20何度とかじゃないですか。今日はもう酒飲むしかないと思いますよ。お、今日もですか。いやいや、今日は今日は何度ですか。意外と21度です。夏日かぐらいいってると思う。25度ぐらいあるかなと思って、日差しが ね、まあ、そうね、強いんで。沖縄暑いからね。そうです、はい、いいですね。女好きなくせに恥かさって、なんか、ああはい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 、そんなことないですよ。僕らはね、うん、女性も男性もそうですよ、全員好きでなんですよ。好きだけど、そうちょっとフラッシュさんはね、うんうん、そうね、僕は口下手なだけですからね。そうなんですよ。そうです、慣れたらすげえグイグイ来るんですけど、人見知りなんですね。意外と。そうそうそう、はい、まあそんな感じでラジオをお聞きの皆さんには僕の雰囲気を見に来てほしいけど、うん、まあこんな感じで声はお届けできるんでね、はい、今日もやっていきたいなと思いますんで、お付き合いください、はい、ということで、じゃあ今日もいきましょう。はい、
と太陽が落ちる頃チャンネルはこのままスパイスレディオ。お仕事はあと2時間程度、今はいい感じにゴロゴロとオフィスでは OL ファッション雑誌、リーマンたちは居酒屋探せ、母ちゃんは晩御飯の段取り、子供は習い事へ向かい、男気が溢れる現場ではおやつタイムに笑顔が飛び交い、仕込み作業そろそろ終わり、あと客と刺激待つばかり、今日一日終わってく、気がついたら日は沈んでる、明日がまたやってくる、スパイスレディオがここにいる、スパイスレディオ毎週水曜日マジカンティ、スパイスレディオ刺激トークがてんこ盛り、スパイスレディオたまにエッチでギリギリ、スパイスレディオ聞けば毎日がハッピーハッピー。はい、皆さんこんにちは、スパイスレディオ始まってますよ。本日も DJ フラッシュとゆきです。はい、ということでね、今日はまあ、はい、夏っぽいから夏っぽい話するかみたいな感じでいいか。そうですね。なんか、いや、長谷川さんはい、はい、がなんか昔海の家をちょっと手伝ったことがあったらしくて、うんうんうん、あ、そうなの。あ、リスナーの長谷川さんね、はいはい、リスナーさんが、はい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 、で、なんかあれらしいんですよ。海の家って沖縄ないことに気づいて、うんうんうん、あ、ないね、全然ないよね。これはビジネスチャンス到来かと。なんでなんだろう。でもパーラーがあるとかではないですよ。パーラーがあるわけではなく、いや、あ、パーラーはあるんじゃないか一応。なんですかね、うんうん、いや、これはいけるんじゃないかと。ビジネスチャンス到来し、うん、ね、海の家が内地とかだと海の家って結構利権がちがちじゃないですか。はい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 、はい、おっと思って。でもなんかあるんじゃない。でも沖縄の海でビジネスをするなみたいな感じがあるんですか。いや、とかキッチンカーをビーチの近くでもいいじゃないですか。うん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 、キッチンカーいいね。許可が取れないんですかね。多分そうかもしれない。営業許可が下りない。でもなんかあのうちの仲いいあのヒーローだった、あのキッチンカーのなんかやるとか言ってた、はいはいはい、イベントマンですか。そうそうそう、あいつに、アニハーとか言おうと、あいつになんかちょっと話してる。アニハーもあいつも変わらんけど。いやいや、まあ、はい、ということで、じゃあ今日はね、はい、まあちょっと暑いし、沖縄もだんだん夏に近づいてきているということで、はいはい、なんか夏っぽいトークしようかなと思ってますけど、うん、まあ夏といえば今年こそはなんか俺はあれやりたいな、バーベキューとか海で。いや、やりたいですね。ビーチパーティーですね。しかもなんかガチなやつやりたいですね。ああ、いいですね。キャンプもやりたいですね。うん、やりたい。出店料200万くらいだよって。高っ。え、やば、はい、メンソーレー。あ、それはあれですよね、この、あ、いいですね、沖縄の子たちがみんな元気そうでいいですね。内地の価格ですもんね、うん、沖縄やってないからな。沖縄はどんななんだろうね。うん、まあでもなんか知ってる人いたらぜひ。お、やりたい、はいはいはい、やりたいって来てるね。いいね、そう、やりましょう、やりましょう、やりましょう、うん、アバンチュールを楽しみましょう。今年はでも僕は、あ、もうでも今年僕、あ、もうユッキーもか、あのダイビングはやったからね、夏っぽいことといえば。はい、楽しかったね、やっぱね、楽しかった。あ、あれやります。青の洞窟最高だったな。ん、夏っぽいことスタンプビンゴカードみたいなの作って俺らで勝手に埋めていきます。どういう、ダイビング終了みたいな。あ、要はなんかあれね、も、まあそうね、いいね、目標を持って、そうね、で一列揃ったら、うんうん、何しましょう、飲みに行くとか。とりあえず一列揃ったら天球。天球、天球、天球。いや、もうビジネスはしっかりやっていくからね。俺はもう2人が配信しながら店やってみては。あー、あー、なるほど、いいかもね、いいかもね、っていうかなんかちょっとなんかいいね、今年はなんかいい、うん、や、なんかちょっとチャレンジの年なんで僕的には、はいはい、頑張ろうかなと思ってるから、なんか海関係でなんかお仕事があればぜひ教えてほしい、はい、ツイキャスト店のツイッターか連携してみて。あ、なるほどね。おはおは、そうなんだよね、ツイッターとかもなんかちょっとやりたいんで俺は、ね、俺今年やりたいのは、まあ、TikTok とか YouTube とか、ほう、インフルエンサーになろうかなと思って。何。ああ、いや、何、どう、え、ツイッターのインフルエンサーもいるんですか。
いやもうってかなんか TikTok 単純にだからインフルエンサーになればいい。YouTuber は分かるんですけど、うん、別にいやただただ単純にだそのちょっと有名になればいいだけじゃない、うん、俺 Twitter を本当に分かんなくて Twitter、まあ、沖縄県民は多分ほぼほぼまだまだじゃない多分 Twitter だいぶ前からありますよね Twitter って多分だって内地はもう逆に Twitter でしょもうほぼそうなんですか。ツイッターしかやってないんじゃない逆にナイチャーは沖縄ぐらいで多分死に遅れてるの。ああそうなんだ。そうだよだツイッターだあの多分本当まあ沖縄以外に向けてやるんだったら余裕で多分ツイッターがだって芸能人もツイッターだもんみんな。はあでしょ。だからそれであのいろいろまあつぶやけばいいと思うんだけどツイキャスは累計視聴100時間いくと収益化。へえツイキャスどんななんだろうこっちはだって俺はツイッターおカンパさんそうっすよねやっぱねツイッターっすよね、まあ、まあインスタグラムも一応頑張りたいけど、はいはい、インスタそうだねなんかそのなんていうのか SNS からの集客みたいな感じに結局なればいいかなっていう、はいはい、あとはでもなんか自分のキャラがさまだなんか普通すぎるからなんかこの TikTok で TikTok 面白いの分かる？なんか俺 YouTube でしか見てないかもしれないです TikTok, TikTok めっちゃウケるからなんかもう一般人なのに芸能人よりめっちゃウケるからなんか彼らをちょっともう真似してなんか本当にあれうまい編集のあれじゃんあの、はいはいはい、TikTok ってとか編集めっちゃうまい人はめっちゃ面白いし、うん、一般人がなんか芸能人並みになんかこのなんていうのもう本当に有名になってる一般人なのに、うんなんか逆にあの人なん TikTok のとかコントンさんとかそうじゃん単純に言ったらああそうそうそうもう TikTok の人になりたいね俺この格好でやったらバズるかなバズるか滑るかの2択ですよ俺そうスパイスレディオのあれで TikTok やったら面白いそれで縄跳びして筋トレして料理しながら縄跳びしたらいいんじゃないですかそれであ確かにあとこの SNS のなんかリール機能とかはでバズりやすいらしいよ。そうそうお店の宣伝ツイートしてくれたら得点そうそうそうこういうのをやろうと思っててちょうど僕さっき、まあ、SNS 見てたらこのやっぱお店のアカウントをフォローしてタグつけてくれたらこのホテルなんだけど沖縄のなんかこのなんだろうなホテル宿泊料が半額みたいなっていうのがあって半額はでかいっすね。でそれがあの1日3組当たるみたいな毎日っていうのを今やってるんですよ。あ抽選でってことですか。そうそうそうでもそれだったらさ自分も可能性あるからさなんかまあ宣伝するだけしとこうかみたいな。そう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 それでもし当たったらめっちゃ良くない抽選で3名なんですか。そう1日3名あでも期間限定期間、はいはい、この募集期間はあって毎日3名当たるから3組当たる、まあ、でもでも熱いですよね。そうでそしたらそう上げてくれるから勝手にどうせだったらタダにしてくれたらいいのに。まあ別にそれはいいんじゃない別にでも安いじゃん普通半額でもほやめっちゃいいと思う。有料アイテムお茶なんて言ってんのお茶爆50、100、500を投げた人は2人と生電話とかねああそういうのがあるんだね機能がね あれおひねりみたいなね、うん、そうそうそういうのとかなんかだそういうなんかでも面白い俺それを考えてやろうと思ってんだからこのうちの一銀堂のスポットライトをタグ付けしてくれた毎日一組3000円ぐらいのコース4名様まで無料とかやろうかなと思ってうんいいんじゃないしたらさやりそうじゃないでうちは別にさ何だろうまあある程度の原価もさ逆算してと宣伝を込めてやろうかなと思って、はい、そういうのだったら多分楽しいしね当たるかも、うん、やっぱ抽選みたいないいかもしれないでそれもインスタライブでやればいいですよ、ね、まあライブはするか分かんないけどお客さんが多分メンションしてくれたらめっちゃ多分バズると思うからこれ、うん、このホテルがやってる仕組みいいなと思って結局なんかさ楽しいじゃんみんながそういうのでなんか盛り上がると思うんだよね。ピザ生地サービスいいねトッピングは別料金あのピザまあまあでもなんかそれも面白いねピザ生地はシンプルにスタンダードでなんかまあトマトソースでしょねなんだろうバジルとかさチーズとかが選べるってことね、うん、なんかあれみたいあ面白い自分が好きなピザ作れるっていいかもねうんいいと思います。カンパさんちょっとこれはひねって言ったらなんか面白いのできそうだな、うん
家でできる料理を配信しながら教える。あ、そうそう、これもね、あの僕やろうと思ってて、やろうと思っててってか、一応あの昨日あげたの分かる、僕がリール機能っていうのでさ、一昨日かな、ピザオイル、あのうちで作ってる出してるピザにかけるニンニクとあの唐辛子のちょっと旨辛オイルみたいのがあるんですけど、それをねあげたんですけど、結構なんか評判は良かったよ。うん、作り方しかもなんか面白いんだよ、ね、あのなんかやっぱ俺編集ある面白かった、すぐ切り取りピッピッピッって言ってさ、なんか音楽つけてやるみたいな、で、うん、文字も入れるから文字入れてみたいな、あれの工程をうちの要は一元通りのスポットライトの料理のこの作る工程を取ってあの編集していきたいなっていうの、編集っていうか上げていきたい、はい、そしたらなんかお客さんもさあ、こんなやって作られてるんだとかわかるじゃん、うん、そういうのをなんかやろうかなと思って。そうですね、いいんじゃん、なんか私か仕込みの仕方とかさそういうの知らない人が結構いると思うから、なんかその美味しい料理ってどんなやってできてるんだろうみたいな、ピザ生地の作り方からでもいいしね、はい、なんか漫画喫茶あるじゃないですか、うんうんうん、あっちとか特にやればいいのになと思うんですけど、ね、家でできる系の料理いっぱいあるから。はいはい、そうだね、うん、漫画喫茶の料理は結構定食系もあったり、まあ、沖縄そばとかもあるし、そうですね、あ、生姜焼きとかな、ね、なんか普通にオムライスとか家でできるやつをお店はどう作ってんだろう。確かにね、それでなんかさ似たり寄ったりしてたら嬉しいかもね。あ、確かに、うちと一緒とか、あ、そう作ってるの、あ、こんな塩の分量こんなとかなんか分かんないけど、塩ね、あ、塩何粒入ってんのかなとか数えてからでもいいかもしれない、はい、そうだね、今年はだからそういうのをちょっとねやりたい。あとなんかあれやりたいんだ、海でさ、はい、海で料理を作るっていうのをやりたいんだよね。なんか映えるじゃん、写真撮れるのに。単純に分かる、海で作るわけ、もう海で料理を作って、それは、バーベキューじゃなくて海で、例えばなんかパスタを作ると、コンロとか持っていって、そう、なんか楽しそうじゃない、なんかやってるやついないじゃん、そういうの。ソロキャンの料理動画の逆版、海版、それの海、そうそう、海バージョン。あ、いいね、その、そう、キャンプのやつがさ、めっちゃ楽しそうじゃん、分かる、キャンプの一人キャンプで料理をさ勝手に定点カメラとかで撮ってさ、自分でトン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 とかなんかやってる動画とか、結構なんか俺ハマってたまに見るんだよね。し、なんかキャンプでガチ何を作るとかあるっすよね。あ、いいね、いいね、いいね、ガチ。そう、お、長谷川さん、一銀通りのスポットライトはメニューにないのもアレンジして出してくれるよ、料金は別途いただきます。まあそうですね、4万円ぐらい高きっちりいただきます。いやいや、はい、そう、まあでもあのね、そう、昨日だっけ、ユッキーが出してあげたんだよね。ああ、そうです。まあできる範囲のことはしますよっていう。うん、そう。まあでもとりあえず一通りのメニューは食ってほしいからね。まあとりあえずうちに来たらピザかパスタ頼んでください。うん、あ、これ教えとくか。はい、なんだっけ、毎週さ月曜日から木曜日までのキャンペーンじゃないけど、はい、今一銀のスポットライトでやってるのがですね、毎週月水が、あ、今日何曜日？今日水曜日。今日ピッツァ。あ、今日は皆さんよ。ピッツァの日でございますので、ですね、月曜日と水曜日、毎週月曜水曜はですね、ピザの日ということで、うんうんうん、あ、間違った、ピッツァの日ということで、はいはい、自家製うちのピッツァがですね、だいたい1000円くらいなんですけど、半額ぐらいの500円で、食べれるっていうキャンペーンをやっております。はい、で火曜日 と、木曜日か、はい、か木は、パスタの日ということで、パスティ、ね、パスティがですね500円で食べれる、はい、生パスタですよ。結構いいんじゃない？結構ね、原価するするのやつもあるので。そうそう、全部オール500円だから、まあ普通のやつもあるし、なんかめっちゃお得になってるのもある。要は1000円超える料理もあるんで、はい、それはもう半額以下で食べれるっていう基本的に利益が削る。まあでもそう、まあ、僕はだからそれでとりあえずはお客さんにまずは食べてもらって、うん、お、それは聞いてないよ。それは聞かれてないから言って、てか まだ言ってなかったからね。はい、長谷川さん、そうですよ。はいはい、じゃあ今日もお待ちしておりますんで。今日はピッツァの日ですんでね。ただ条件がありまして、うん、SNS 投稿してね。あ、そうそうそう。うちのだ、そう、結局はお客様に美味しいもの食べてもらいたいけど。はい、お客様にもうちを宣伝してくれたら嬉しいなっていうのをモットーに、はい、まあ、それで宣伝になってね、また別でそのフォロワーさんからフォロワーさんのフォロワーが、あ、何美味しそうとかねあったら、はい、また来たいなとか思ってくれたらいいなっていう。宣伝してくれたことを言ってね。
じゃないと、投稿したのに割引かれてないけどって言われてもそれは知らねえよってなるね。ちゃんと言わないとうちも勝手にそうやっちゃう。正規の値段取っちゃうかもしれない。ちゃんと言ってくださいね。まあそうそうそう、はい、はい、なんでおハッシュタグは、まあ、ハッシュタグはだ一銀通りのスポットライトでお願いします、うん、SNS のアカウントもあるんでアカウントとあをメンションしていただけたらなと思っております、ね、はい、でお宣伝はしてるよ。 そうそうありがとうございます。ありがとうございます。長い長いけどお願いします、はい、一銀通りのスポットライトですんでね。そうそうそう、はい、かまあ僕らをメンションつけてくれるかですね。まあそうだね、僕らもぜひ、はい、SNS やってますんでね、下にこのツイキャスの方は下に、うん、アカウント名載ってますんでぜひチェックしてみてください、はい、そうね、その宣伝は一応しとかんとなんだ。今日はピッツァの日なんでね、はい、500円で食べたいって言った。まあでも美味しいよね、うん、しいつもの雰囲気と違う僕らと絡みながら食べるともっと美味しいでピッツァオイルをかけて、あかけて、まあ、もうああいいですよ、もう、ね、ああいいですよ、いいねいいね、他の席の人にも宣伝したくなるぐらい美味しいこれ僕のピザなんですけど美味しいですよっつって、ちょっと一切れ食べますっつって、あげないけどねあげないそうだね、まあ、平日は比較的空いてますんで、うん、まあ誤訳して来てくれたら嬉しいんで、週末もね結構入ってくるからお客さん、はい、そうですね、はい、そうですね、結構国際通りも結構この3月に入って、なんだっけお客さんが増えたっていうか、うん、空いてるお店も増えた、そうだね、観光の方もちょこちょこ増えてきたり、まああと修学旅行生とかもかな、うん、まあちょこちょこ見え出してきてるんで、僕ら的にはめっちゃ嬉しいんだよな。卒業旅行生も多いっすね。あ、そうだね、結構若い子が増えてきたね。うん、若すぎるぐらいパワフルなフレッシュな、いやだからもう喋りなんか久々にこの観光の人たちと喋りたいな。なんかさ、このなんだ去年1年ぐらいはさ、そういうのがなかったじゃん。あまりそうですね、なくて、だからこのどっから来たんですかとか聞きたいよね。うんうんうん、シンプルにね、俺らウェルカム側なんで言いづらいとかじゃなくて、なんかシンプルにあ東京ですか、いいっすねとか、北海道から、あーメンソーレーとか言いたいね。去年とかね、あれなんですよね、どっから来たんですかって聞いたら気まずそうにごめんなさいみたいななっちゃうから聞けなかった。そうそう、まあうちに来てくれたらぜひ大歓迎ですんで、はい、全然全然いいね。ハブシューとかな、ハブね、あ俺最近ハブアナイスで言ってないなハブシューを出した時に言うやつね、はい、ハブだけにっつって、そう他にも何かある、何かある、あと1個なかった、まあ、原材料がハーブが13種類入ってるんですよ、はい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 、ハブだけにね、ブンブンっつって、はいっつって、まあこんな感じで、そう、ね、いつも滑ってます、はい、そうそうそう、年間500回ぐらい言ってるんで、1日1回以上言ってんだ、1日もう乾杯することに、そうね、そうね、なんでぜひ、あと、今ならっていうあれではないけど、まあ乾杯もぜひしておりますんで、はいはいはい、一緒に飲もうぜっていう方は、はい、乾杯、はい、ドリンク僕らに恵んでください、はい、いやね、そうね、そう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 、一杯のために頑張ってるところもあります。一応な、はい、早すぎるとちょっときついけど、早すぎるとちょっと調理に影響が出る場合があるのでちょっとまあどっちかになる時もあるけど、はい、そうそうそうです、お店は3時までね、6時から3時まで開いてますんで、はい、昨日なんて1時、うん、前ぐらいかな、若い子3人パッて来てくれて、二十歳の子で、ああ若いね、はい、ちょっとなんかしかもカウンター5人いたんですよ、はいはいはい、はい、全員二十歳なんですよ、でここが同級生別グループ2名3名だったんですけど、うんうんうん、同級生で同じ中学校だったんですよ、うんうん、えどういうこと、同じ中学校出身でたまたまバッタリ、ああそういうことね、はい、おおってなって、あーなるほどなるほどなるほど、って言って俺もなんかその地元トークに入って俺も二十歳の気分でキャピキャピしました、一緒に、ですごいのがうん、うん、この誕生日いつだっけみたいな、うん、して5月11だよって、うんうんうん、ユッキーは5月17だよって、うん、え、はいはい、私もって言われて、え、あ、うん、そうだよね一緒だよねってなったら、こっちの若い子も、うん、え俺も5月17なんですけど、え嘘でしょ、本当です、6人いて3人5月17日生まれ で、それはもう誕生日会しなきゃだ、やばいっすよね、
予約させた？いやだから5月でしかも5月11と5月7がいたのかな。おうおうで5月塊すごくて、おすごいね。5月回しようっつって。あ、いいねいいね。でも多分年齢的にみんな20歳だから全額俺が出さないといけなくなるから、うん、ちょっとやりたくない自分もいます。いやだからあのスポットライトやったらね、ある程度。あ、俺が、そうそうそう、あれだ、俺が働いてる時に来てもらおう。割り勘ならないから、割り勘ならない、こすいこすいやつ俺ただね。いいんじゃいいんじゃ。はい、あ、いいね。なんかこのだからだんだんさ若い子もあの動き出してるからさ、うん、いいよね。まあ俺らおっさんに、俺らおっさんなんだって最近思うようになってきた。なんでもし、なんか若い子だから、うんうん、結構雰囲気が僕ら落ち着いてるお店なんで、はい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 、なんかちょっと嬉しそうにしてくれてて、あ、なるほど、ね、それも嬉しかったし、てか二十歳の子がさ多分さうちに来たらさ、どんな、なんだろうな、やっぱなんか、あ、おしゃれなお店ってなんのかなし、あれで多分僕らが黒服でかっちりして、あー、きつい、そしたら行きづらいな。あの髪もかっちりセットして、はいはいはい、黙々とやってたら多分緊張、そうだな、バーと思っちゃうかもしれない、ね、緊張しちゃうけど、うんうん、まあ、僕のキャラもこんなんだし、はい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 、おつおつみたいな感じだったから、あ、そう、ね、なんか楽しく最後までいてくれて飲みましたね、はいはい、みんなで。結構遅くまでいた？もう閉店まで。ああ、なるほどね。いいねいいね。いてくれて、まあ、一応はちょっと求めているものが一回できたってことか。3時閉店ラストいたってこと。そうですね。でこの遅い時間にポッと入ってくれたのが嬉しかったっすね。うんうんうん、シンプルに。いいねいいねいいね。3時までね、頑張り、うん、頑張りましょう。長谷川さん、乾杯ってきてますけど、はい。乾杯、負けるやつね。しかもあの先週の俺らです。酒に負けてる。あ、そうですね。今週はちょっと折り返しになってるんで、はい、頑張ろうぜ。やりましょう。週末営業がな、大変ですね。あ、これも言っとくか。一銀堂のスポットライトは随時募集中ですね。スタッフを大募、はい、大募集しておりますので、はいはいはい、気になる方はチェックしてください。うん、うちのインスタをね。そう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 。キッチンがね、特にね、キッチン欲しいですね。今もう男の子とかキッチン来たらモテるんじゃないですか。多分まかない作ってあげて。あ、いや、そうだね。もう従業員にもモテモテで。従業員にも。友達の女の子来たらもう。そうそう。僕らはめちゃくちゃ立てますから。そうそうそう、お、昨日のモアイはってきてる。そう、フラッシュは昨日モアイだったんですね。で、まあお店にね来てくれたからね、思ったより、うんうん、ピンピン、あ、ピン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 、全然ですね。なんなら俺今日も朝9時過ぎには起きてるから。やってます超すごいよね。なんかね、すごい。何時に帰ったんですか。いや多分わかんないけど3時とかかなんか、4時ぐらいかな多分。なんか2時ぐらいに1回着信来ましたよね。1時ぐらい。あ、そうなんだ。そうなんだね。そうなんだね、うん、僕は大体あれなんですよね。2時からは大体あのスイッチが脳みそのが切れてるんでね。オフライン。そう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 、記憶がオフラインになる。記憶がオフラインになるからね。朝9時まであの要は寝る時間になってますんで。昨日いきなり電話かかってきて、うん、はいはい、もしもしみたいな言ったら、はいはい、何も喋らないんですよ、うんうんうん、で10秒ぐらいして、おう、おう、お疲れ、今どんなって言って、あ、こうこうこう、こんな流れですって言って、うんうんうん、あ、待ってるよって言って。あ、そうなんだ。言ってました。DJ フラッシュは記憶のオフラインで、うん、あと一人のフラッシュがね、あ、フラッシュザダークネスがいたんですか。ダークネス。いやでも昨日はハッピーでしたね。本当ですか。荒いですよ、もう。荒いですよ、いや、そこまで言って荒いですよ、はいはい、ということ、一旦じゃあ CM 行ってからまた後半ユンタクしましょう。78.0 FM
いやラジオ聞いてくれよ。スパイスレディオってこっちですか。プロテインが足りねえんだな。スパイスレディオ見たいですよ。爆発的にプロテインを飲もう。すいません、刺激はどこですか。 FM のスタジオでお送りいたします。恋したいですね。今年最後らしいよ、マジクラブ。聞いた。恋のパンパパパパパパ、筋肉をパンパンしたぜ。パンパンしたいですよ。生活に刺激を。ヒーローズワークアウトはどこですか。爆発的にチャサンです。すぐカレーにするよ。カレーは辛いよ。ヨヨヨスパイスレディオ。ヘイヘイヨ、マンゴラスシーもありますよ。スパイス、スパイスレディオ。聞いてね、聞いてね、絶対よ。はい、皆さんこんにちは。スパイスレディオ始まってますよ。本日も DJ フラッシュとゆきです。ウィスということでね、はい、夏っぽい話から普通のお店の話しとったけど、さすが長谷川さん、2人はお店では雰囲気違うよって来てますね。ああ、まあまあそうなんです。かっこいいんですよね、お店では。お店ではね。カレーはなかったよ。カレーは言ってくれたら、うん、一応なんか考えるか。言わないから。カレー風味とかな。まあでもカレー、なんかカレースパイスはいっぱいあるんで、正直そうだね、言ってくれたら。スパイス系でやってやらせていただいておりますので、ね、はい、スパイス多めの、カレー、カレーパスタでした。何でした。知りてきと、いいね、なんかやって。はい、ということで今日はじゃあ夏っぽいトークをしたいんですけど、はいはいはい、今年こそは痩せぞ、痩せてね。水着を買ったことありますか。ってか水着買ったことあるよ。え、本当ですか。え、ないの。逆に沖縄来てからはないです。なんで、何で海入んの。え、みんな短パンとかで入ってません。あと、まあ下着とかで入ってるじゃないですか。じゃあ何それ、短パン、あの普通の短パンで入ってるってことね。とか全然、でも俺も持ってるのは少ないよ。1着、2着とか。家族で海とか行きます。行くときは普通に。行くときは海パン。そうなんだ。でもあのあれね、なんかもう俺はあれが好きな、ゴムっぽいやつ、なんか伸びるやつ。ああ、そう、短パンみたいな海パンね。はいはいはい、そうそうそう、あれ系でやってます。海パンね、いいね。今年はそうですね、海でバーベキューしたい。なんか、え、沖縄ギャルは水着着ないんですか。沖縄ギャルは、あ、でもなんかここ最近は結構着てる人いるイメージだけどね、若い子は。水着とか、この DJ フラッシュさんの高校時代とか、まあ海行くじゃないですか、うんうんうん、みんなで。あの時代だから、要は10年以上前までは全然多分水着とか着てなかった。着ないんだ。 SNS の時代になってからじゃない。ああ、映えっていうか、まあ可愛いみたいな、うん、うん、そう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 、だと思うよ。水着ね、夏いいな。見に行きますか。水着っていいっすよね。だ、絶対的にさ、海とかビーチ行って水着着てるのはナイチャーだったの、昔は。そうですよね。でも多分ここ最近は多分普通に、うん、意外に沖縄の子も水着着てるとかあると思う。え、なんか、うん、好きな水着とかあります。好きな水着、どういう、男のでもいいし、女でもいいし。まあどんな、んなんか僕、あのパレオっていうんですか、うん、何パレオって、こうひらひらスカートみたいなのがついてる水着がすごい好きで、でですよ、うんうん、で、まあそういう水着って好みがあると思うんですよ。はいはいはい。俺は普通がいいな。普通、うん、理解できないのが、2年前ぐらいにめっちゃへそぐらいまであるパンツの水着が流行ってた、わかります？おむつみたいな。ハイウエストみたいな。そうそう、昭和の水着みたいな。どこのバカが考えたのかな、あれと思って。あれなんじゃない、10周ぐらい回ったんだよ。いや、マジで。10年、だから2、30年前のような。そうです。歴史は繰り返すって言うからね。高度経済成長期みたいな、成長期みたいなの水着みたいな。わかる。なんかめっちゃさ、綺麗とか美人な人がさ、それつけ、そうなんです。そこみたいな。いらんことすなやと思って。確かにね。つけてないのが好き。おい、おい、そう、ナイトプール用に買ってんじゃない？ナイトプールってあるんですか？ホテルには多分あると思うんだけど。そうだね。なんかナイトプールも流行ったよね、一時期ね。ああ、ここ3年4年ぐらいですかね。なんかナイトプール、ね、ビカ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 してるやつでしょ。楽しそうだよね。クラブか、なんか、あれ危なくないんですかね、あんな暗い中で。どん、いや、まあニュースとか聞かないですよね、でも、うん、
そうだな、酒も飲むでしょ。プールも行かないからな、沖縄の人は。あでも逆にプールないもんね多分。あんまり海よりかプールの方が楽は楽っすよね。あ楽、めっちゃ楽。あの、うん、俺子供いるじゃん、いるからさ、はいはいはい、なんかさ、あの海は絶対的にこの砂がね、うん、すごいし戦う、潮もキシキシだし、そう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 、なんだけどプールは楽、超超楽。もうシャワー浴びたらもう一発っすからね。そうそう、でも全然気持ちよさあんね、あの変わらないからね。あ沖縄あれがないですね、プールが。あのプール、そうそう、あの、あの遊べるアトラクション、ウォータースライダーとか流れるプールとか多分あるけど、本当に俺知ってるの西崎とか、なんか糸満とか。えあるんですか。一応多分一応あることはあると思うんだよ。でも全然なんかね、しなきゃリゾートホテルのプールはそういう系じゃないじゃないですか。あそうそう、リゾート、あるよ。でもなんか女村かどっかに行った時に、はいはい、なんか死に面白いのがあった。なんか本当に海で、海にその要はでっかいこの浮き輪っていうか、なんかそういうのとか、うん、なんかその遊べる、子供も遊べる、うん、ちょっとでも小学校以上の方がいい、良さそうなようぐらいはあったから、はいはいはい、そう、どっかもう一回探してみよう。ナイトプール繁盛してたって、うん、そうそうそう、沖縄でやっぱやってもいいかもね。ナイトプールって昼間もプールしてんですかね。まあそしたらプールやんに。あだからで夜だけこうなるんですかね。じゃない多分なんか、いいね。なんか今年はなんかそうだな、なんか本当に海とかでなんか遊びたいんだよな。うん、沖縄ので俺キャンプしたことなくて、はいはい、キャンプとかしたことある。はい、楽しい。はい、そうだよね。めちゃ楽しいですよ。てか川あるのかな、沖縄川あるか一応。でもキャンプって名護とかでやるのか、川沿いなのか山沿いなのか海沿いなのか。川でやってみたいんだよね。川遊びしたことないから。あなんか川でそう、はい、遊ぶテント張ってみたいなやりたい、うん、で夜はあのバーベあなんキャンプファイヤーとかやりたい。はいはいはい、楽しそう。めっちゃ星めっちゃ綺麗そうじゃん、ヤンバルとか行ってやるの。し川って、うんうん、川ってでも泳ぐの飽きるっすよ。あれめちゃくちゃ冷たい。あそう、冷たいんだ。めっちゃ冷たいんですよ。あそ山からのあれね、はい、しずっと動いてるし、あめっちゃ冷たいし、あの沈むんすよ。そうか、深いところ浮かないし疲れるんすよ、流れるし。あの滝とか、滝とか行ってみたいんだよね。あえな一応多分ある。何なんか俺滝、うん、なんかあるっすよね、北部の方いっぱい。そうそうそう、なんかねそういう、あとアトラクションなんていうのこれ、アドベンチャーなんていうの、なんかそのアウトドアの、アウトドアの遊びを今年はちょっといっぱいやりたい。うん、ボルダリングとかやりたいですね。やりたい。子供がさボルダリング好きなんよ、長女が。でボルダリングがある公園とかに行ったらもうすげえ早い。ボルダリングがある公園があるんですか。あるあるある。すげえ。ある。まあでもあれよ、そんな大きくないよ。あ子供用。子供用。ああでもすごいですね。だし楽しそう。どこだったかな、裏ん西原か浦添かどっかそこら辺にボルダリングの多分あの施設があるんさ。今年はそこ行こうかなと思って。波の上にもあるっすよ。波の上じゃないわ、上野や。えそうなの、ボルダリング。ありますあります。ボルダリング要は専門店っていうか、なんかこうみたいなボルダリングの施設、はい、あるんだ。あるっすあるっす。やってみよう、やってみようっていうか子供やらそうと思って。俺らはできないな多分な。いやでも体が重くてなんか、うん、無理にダイエットするよりかは、うん、そういう楽しい体を動かす方がいいかもしんない。し意外と走ったりするより絶対疲れるじゃないですか。うんうんうん、そうだね。うん、カンパチさん、川では虫対策大事。そうだね、はいはいはい、あの僕んちっていうか、そうなんです、フラッシュの家族は女が多いんですけどね、虫がやっぱ嫌いだから、うん、大変ですよ。え子供も嫌いなんですか。子供も多分ね、奥さんが多分嫌いだから、要はなん騒ぐじゃん、例えばなんか虫が来た時、はいはい、それに騒ぐのにビビるから、なんか虫が怖いみたいなイメージに多分なっていってる。アリとかでもビビるからね。アリだぜマジっすか。アリだよ、アリ。そう一匹のアリにっすか。とか蚊とか、いえハエとかも。あこれはですね、うん、皆さんに報告しようかな。何何何。浮島通りでですね、浮島通り、はいはい、浮島通り、私はキロについてまして、キロ、あお家帰ってた、はい、はいはい、見ましたよ今年初。今年初何ゴキブリを。じいさんね、夏やねと思って。あそっか、そうだね、確かに。もうここまで来たら風物詩じゃないですか。沖縄のゴキブリはもうクソでかいからね。はい、だからいやもう、あ夏やな。そっか、
この山とか行ったらどうなるんだろうね。逆にいないのかな、山とかには。いや、いますよ、いっぱい。あ、この山の掃除屋って言われてるぐらいですけど、ね、あ、そう、何が、そう、ゴキブリさん。あ、そうなんだ、はい、じゃあいいってこと。一応何でも食ってくれるしみたいな。死骸とかもそうですよね。あ、そうね。あ、だ、いや、パイセンシビーっすよ。いや、ま、そうなんですよ、2匹、ね、2トップ2トップで、うん、巡回してた。いや、あれ、いやでも5メートルぐらい離れてたんで、あ、こんにちはっつって大丈夫だった、ゆっくりだった、早かった、やっぱり。いや、もう固まってましたね。なあ、そうなんだよ。最初酔っ払って、なんかこの木のあれかなと思って、うわ、木のあれがゴキブリ見えちゃった、うわーと思ったら、ほんまにゴキブリでおーおー、パイセンチッスっっ。いやー、そうだね、ついに来たね、もう夏だな、うん、そしたらな。沖縄ほんと国際通りも結構多いんですよね、から、そうそうそう、飛んでくるからね、彼らはね。こんにちはーっつって、もうあの久しぶりみたいな感じで、なんかぶっ込みの G ですよ。ハイタッチしに来るんかなぐらいの勢いで、はい、いや彼らはやってくるからね、ちょっと怖いね。たまに肩とかに止まってる人いますか知らあの気づいてない。そうそうそう、やばいね。あの魔法使いが肩に袋を乗せてるノリで、気づいてないのはちょっとね。しかも言えないよね、ポケモンかなと思うぐらい。背中に止まりよ、そう。これ俺一回さ、俺ガチで肩にさ、このついた時あって、はい、ビビるじゃん、はい、めっちゃ走ったんさ。めっちゃ走ってるけど肩だから一緒についてくるっていう、このアホすぎます。そう、うわーって言って、めっちゃ走ったけどずっといいんだよ。で、で手で触るの怖かったけど、まあ、はたいたけどね。そんぐらい怖い。俺もうマジ怖いから嫌だから。アホの声そうですよ、なんか怖いんだよな。まあまあまあ、夏だね、うん。まあうちもさ、路面店だからちょっとそこは怖いよね、急にこんにちはとか、うん。まあでも一応対策はいろいろ、そうね、あのなんかちゃんとさ、虫よけのっていうか、まああれ、まあ業者も入ってますし、そうね、そうね。まああとね、あの科学の力にも頼ってそうね。まあでもなんかうち路面だからな、もし来てしまってもうちの衛生上ではないって言いたい。ちゃんと頑張りますんで、綺麗にやってる、はい。一銀のようにスポットライトの帰りに遭遇して、今年初のプチッとしてやったぜ。おー、やっぱ、やっぱ出てきてますね。あ、そうなんだね。すごい、なんかあれっすね、この釣りみたいですね釣りもなんかあそこタチウオ湧いてきてるらしいよみたいな。あー、もうそんな時期か、イカが回遊してきてるらしいよって。あー、そんな時期か、それが沖縄のやつか。あ、浮島通りゴキブリ出たらしいよ。あー、もうそんな時期ですね、夏やね確かにな。いやいやいや、ぜひもう調理したいけど、あれいつだけはできないからね。うーん、な、なんなんかな、怖いよなゴキブリで10分ぐらい喋っとるよ。いやでもなんか、うん、結構国際通りって野生味あふれてますよね。コウモリとかめっちゃいるし、まあ、あ、そうだね、いるね。野良猫もいるし、ね、ヤシの木とかにめっちゃ止まってますよね。そうだね、そうだね。し、あのコロナの時って多分いろんな飲食店が廃棄物っていうの、うんうん、出さんかったからか知らんけど、ネズミが散歩してたりとか、はいはいはい、あ、普通に、うん、怖いね。結構野生はディスカバリーチャンネルかなっていうぐらいなんか定点カメラとかさ、どっか仕掛けるか、すごいっすよ。楽しそうだ。逆にカラスとかいないっすけどね。確かにね、カラスな、カラス沖縄一応いるのかな。南部と北部、伊江島とかにもいました。伊江島にもいるんだね、うん。そうなんだ。なんかでもなんかそのなんかな、沖縄でそういう動物たちがね、ね、動物奇想天外みたいな番組も作っていいんじゃないですかおやおやっつって今週のね、ゆきはでも猫好きだもんね。あれ猫大好きですね。もう野良猫とか猫飼いたいとは思わないの？一回飼ってた時あるんですけど、まあ、逃げたんで。あ、そう、飼おうってはならないんだ。一応好きだけど。なんか猫カフェとか行ってるじゃん。はいはいはい。猫カフェとかで何やんの？え、俺行ったことないんだよね。漫画読んでゴロゴロしてます。あ、漫画とかがあるのとか置いてあって、まあ店にもよりますけど。ご飯もあるの一応店によっては。はい、で猫が、猫は何匹ぐらいの？あ、出勤して、まあ、バックヤードには多分20匹以上はいるんです。保護猫とかもいるんで。おお、ただこの出勤っていうか店内にいるのは基本10匹ぐらいじゃないですかね。あ、そうなんだ。でやっぱ人慣れしてるんだ。いやー、人によるっすね。めっちゃ接客してくる子もいれば、なんか私は私ですみたいなのもいるし、なるほど。あと
もう本当に、あの媚び売ってチュールもらおうとする子とかもいるんですよ。あ、こう猫に餌とかあげれるってこと？はい、高いですけど、まあ、じゃあドンペリ入れるノリっすよね。場内指名みたいな感じで、ね、メスもオス、メスだけじゃないでしょ。いっぱいいます、いっぱいいます、はい、なるほどね。いや、でも、うん、それでこう猫さんにこう、うわーって言ったらちょっと迷惑だから、俺は興味ないよって。あ、なるほどね。こう漫画読んで、まあ、勝手にすり寄ってきたりするって時にあのドーパミンが出るんですよ。あー来たっつって。あ、なるほどね。そっか、触りにはあんま いかないんだね。し、なんか、あ、触っていい子だなって思ったら触るし、はいはいはい、結構嫌がる子も多いんで。国際通りある？あるですよ。国際通りだと、テンブスの向かいにニャンソーレじゃねえわ、ネコマルチャヤがさんがあって、あとあっちにもあるですよ、あのなんだっけ、警察、うんうん、沖縄県警のところにもニャンソーレっていうお店があるし。ああ、見たことあるかも、あの通りか、はい、でな、楽しいの一応？楽しいっすよ。今もやってんのかな、この今の時期も普通に営業してるかな、やってましたけどね。あとクラファンとか募ってましたね。おお、なるほどね。あ、クラファン、そっか。でもそうだよね、餌代とかもかかるし。そうそうそう、そっか、保護猫さんとかね。そうだね、動物やってくれてる、ね、まあでも沖縄は意外と、うん、坪川の方とか、坪川、あ、じゃあ坪屋か、坪屋の方とかの公園はもう、うん、あの野良猫、セルフ猫カフェみたいな。あ、沖縄って地域猫めちゃくちゃ多いんですよね。何地域猫って？耳が桜にカットされてるの。桜にカット、ちょっと耳切られてる、切られてる地域で飼ってる猫、この去勢もちゃんとして。あ、そういうこと、うん、みんなで飼いましょうみたいな猫がめちゃくちゃ多いですね、国際通り。あ、じゃあ何、一応大事にみんなで飼ってますよ。そうです、そうです、あの保護して、でも増えないように去勢もちゃんとしてみたいな。あ、なるほどね。猫の繁殖力ってやばいらしいね。やばいです、やばいです。だって発情期年に2回あるっすからね。なんかすごいんだよね、結構ね。し、一発4匹ぐらい産むし、でまたすぐ、なんか猫って2ヶ月ぐらいで産める体になるらしいね。あ、そうなんですか。だからすごいらしいよ、どんどんどん生まれてからすぐ速攻で、そうそうそう、すごいんですよ、ね、かわいいんですよね、うん。猫カフェか、ノーパンしゃぶしゃぶ行ってみたかったな。国際通りにあるわけない、これ今ね。いや、でもね、うん、あの猫カフェは基本ノーパンですよ。確かにね、スタッフ全員スタッフの扱いなんで、ね、そこら辺の風俗店よりドスケベですから。うん、やばいね、全部出てます。ぜひ行ってみてください、うん、はい、いいね、 猫好きをぜひ行ってみてね。そうだね、今年こそは、じゃあ今年の、うん、なんていうの、あれやろうぜ、なんかやりたいこと、夏っぽいことをなんかリスト書いていこう。まあキャンプ、キャンプ、まあバーベキュー、ビーチパーティー、そう、ビーチでバーベキュー、あとマリンアクティビティ。そうだな、俺はあれやりたい、なんだっけ、こうやってクシュッとフライボード、フライボード、フライボードと、てかジェット免許取ります？取ってみたいな、ジェットな、とかダイビングの免許とか取ってみたいと、ん、釣りもやってみたいかもな、やったことないし、はいはい、釣りとか、あと釣りも船釣りがいいですね。そうだね、おかっぱりじゃなくて。そうそうそう、楽しいんでしょ釣り。楽しいっすよ。涼しい日のビアガーデン、あ、いいね。ビアガーデンやったことない。あ、マジですか、うん、あんな近くにあるのに。どこにあんの？パレット雲寺毎年やってるじゃないですか。いや知ってるけど、存在は。でなんかその一応楽しいのかな、やったことないから分かんないけど。楽しいです、楽しいです。僕結構お客さんと行ったりもしましたよ。この常連さんの休みの日に。なんかこの普通に、パレット雲寺屋上でやってる。そうそうそう。夏？あれ毎、まあ、今年はやってなかった、去年かはやってなかったですけど、毎年やってます。で、あの催し物もちゃんとあるんですよ。はいはい。あ、そうなんだ。なんかステージみたいなのがあって。ああ、なんか歌う人がいたりとか。沖縄のしょうもない漫才師来たりとか。いやいや、お前いっぱいいるぞ、沖縄にもいい人は。まあミュージックとかもだし。あと店員さんが結構日雇いでショーパンでギャルなんですよね。夏やねと思いながら。いいね、いいね。でもやっぱおじさんになったなと思いながら、そんな可愛いなと思いながら、うん。沖縄のビアガーデンは暑いだけ。まあでしょうね。今年はどうかな。ヒーフーミーさんは初めましてじゃないかな。お、ヤギ座 B 型猫舌長男。ちょうど今猫の話してましたよ。ヤギ座だけど猫型、ね。今年はどうかなってきてますね。今年はね、やってみたいね。あ、もうぜひぜひ今年やってたら連れてってください。うちのさスポットライトのさ、はい、奥のビルもさ屋上があるじゃん、はいはいはい、あっち
なんかめっちゃ良かったね、見に行ったけど。めっちゃいいし、あっこビアガーデンとか絶対気持ちいいんですけど、ただトイレ行くのに階段で5階上がらないといけないから死んじゃう。しかもな、あの階段怖いんだよ。怖い、俺結構俺高所恐怖症だったんだって自分で思ってめっちゃ怖かったな。ああ、ですか。俺で、ね、今考えただけで怖いもん。キュッてなるのが好きなんですよ俺は。なめっちゃなってる今足がちょっと。ですか。でもなんかちょっとあの交渉したいね。交渉っていうかなんか大家さんとかにさ、ちょっとあの屋上でやっていいですかって言ってな、バーベキュー。でも景色めっちゃ良かったよね。いいっすね。だってあの国際通りを真上からさ結構一望できるっていうかさ。そうそうそう。しなんか僕らのいる国際通りって、国際通りでも結構高い場所じゃないですか。はいはいはい、そうだね。国際通りって結構坂になってるんですけど。そうそう、綺麗ですよね。綺麗だ。夕焼けも見えるし。夕焼けも見えそうだしな。うん、おひふみさん、あコメントするのは初めてです。ごくんちょ、ごくんちょ、はい。はい、ありがとうございます。いえいえ、ぜひ絡んでいきましょう。はい、そうなんです。いいね、ちょっとなんか増えてきたね。うん。ビアガーデンいいよな、マジで。ビアガーデン。ビアガーデン絶対行こう。行きましょう。始まったら。しかも僕音楽ヒップホップとか好きじゃないですか。あ、そうっすね。でも夏のビアガーデンってケツメイシなんですよね。なんかあー合うねー。ケツメイシ聞きながら、しかも僕ウイスキー好きなんですけど、はいはいはい、ビアガーデンはもうビール。ビールでしょ。ビアガーデンってビールしかないの。いやいや、いっぱいあるんですよ。あ、そうなんだ。あるっす、あるっす。普通のじゃあ何、ハイボールだったりとか、とか、まあ、カクテルとか、チューハイとカクテルもなんかジントニックぐらいだってあるんですか、ね、レモンチューハイとか。そう、美味しいかもね。でいいんですよ。でつまみも唐揚げとかポテトでいい。あ、そうね、そうね。もう何にも、あの空間がいいんか、雰囲気だね。雰囲気にお金払ってる、ね、ビアガーデンやってるって感じが。あ、なるほどね、うん、最高。ぜひ行きたいな俺も。今年はじゃあビアガーデンも行きましょう。じゃあ、はい、ビアガーデン。雨もそうね、屋上だから。雨、あ、雨降るか。雨降っても楽しいっすよね。そう、オードブル、オードブル系もあるね、うんうんうん、確かに。ムル簡易的。うわ、そう、適当ってことか。適当ってかなんか、なんか雑なイメージは、雑なイメージかなんか、あ、要はなんかさ、あの普通のプラチックのあのテーブルと、なんかわかんないけどオリオンのなんか協賛であるようなやつと、そうそうそう、とかあのビール入れてる箱の裏側とかなんかの椅子とかのイメージ。はいはい、いい。まああれでいいんだよね。あれでいいんですよ。そうだね。普通にあれでなんかウインナーとか食いたい。さ、ぶっ刺さってる。ああ、いい。フランクフルトとか。そう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 。でポテトな、もうただ意外と高くつくんですよ。だ、あ、だ、そう、高いし、やっぱ高いっていうか、高いですね。いや、量飲まないんだったらいいけど。あ、でもパレットくもじの飲み放題とかない。 あるパレットくもじ、去年一昨年あった、飲み放題、確か。いいね。だから2000円ぐらいだったから、ぜひ結局安かった。パレットくもじさん今年こそはね、いや、やらせてください。僕オフ会しましょう。じゃあそこでビアガーデンオフ、ビアガーデンオフとか。いいね、いいね、はい。ジョッキいっぱい持って運ぶの見てるだけ楽しい。あー、わかる。売り子っていうかなんか、あのショーパンポロシャツサンバイザーですよね。もう、あー、いいね。もう、あ、それがそれ。じゃあ今年はそれで、俺もショーパンポロシャツサンバイザーでいこう。はい、いや、俺らこれでいくんだよ。これでいくんですか。これでいきましょう。いやいや、はい、待て待て、いや、なんか盛り上がってたら一気に1時間だな。はい、はい、夏いいね、いいね。今年夏やりたいこと、皆さんお決まりですか。決まったら来週発表してください。ああ、いいね。来週どうするか。来週、じゃあ来週は今年の夏の目標みたいなのを発表しましょう。皆さんで発表して、はい、まあ盛り上がろう。ビアガーデン行こうみたいなから始まって。行きたいですね。マジ、マジ行きたい。やってやったことないから。いいですね。はい、じゃあね、今日はこんな感じで適当にいつも通り始まって終わりますけども、はい、皆さんいかがでしたか。まだ雪があるのさ。合図、沖縄クソ暑いんで、ぜひ沖縄遊び来てください。はい、はい、ということで、はい、じゃあ今週も今日はこんな感じで終わっていきますけど、皆さんじゃあまた来週もね、ぜひユンタクしていきましょうということで、今週もスパイスレディオありがとうございました。いきますよ、来週も聞かないとすぐカレーにするよ。バイバイキン。I'm not
仕事はあと2時間程度。今はいい感じにゴロゴロとオフィスでは OL ファッション雑誌。リーマンたちは居酒屋探せ。母ちゃんは